する福岡県福岡市と宮崎県高千穂町、延岡市を結ぶ、中高高速バス路線である。名称は沿線を流れる五ヶ瀬川に由来する。以前は、南宮崎から国道10号を経由、高鍋、日向を経て、延岡を結んでいた特急バスの愛称であった。九州自動車道、国道218号などを経由し、福岡市と延岡市を結ぶ路線である。 他に、観光地として知られる高千方、通順橋を控える山都町など、熊本県中東部及び、宮崎県北部の国道218号沿いの山間部の各市街地にも停車する。現在4往復が運行されている。JR 特急列車に比べて運行本数は少ないが、運賃の低廉さと乗り換え不要の利便性から人気がある。全便が、 座席指定制で、乗車には事前に予約の上、乗車券購入が必要である。3区パスは全休終盤のみ使用可能。このほか、道路線専用の4枚綴り回数券がある。一時期運行されていた、五カセ号や夜行便。夜行用車両が使用されていた。現在は廃車。西鉄の昼、雪長距離高速バス用車両による、五カセ号。 太とは停車停留所。福岡県内間並びに、宮崎県内間のみの利用は、不可、クローズドドア。ただし、熊本県の山都町においては両方向ともに、上高化。発行トラベルが、福岡市と高千穂町、延岡市、門川町、日向市を結ぶ高速バス、発行ライナーを一往復運行している。当初は、 ツアーバスとして運行されていたが、2013年8月1日より、路線バスとなっている。JR バス、関東など6社高速バス事業を免許。交通新聞、P1、地震の影響による、高速バスの運行について、福岡宮崎間、延岡間、鹿児島間高速バス運行再開、西日本鉄道2016年4月21日。 地震の影響による高速バスの運行について、鹿児島線の運行再開、延岡線、宮崎線の経路変更。西日本鉄道、2016年4月27日閲覧。地震の影響による高速バスの運行について、宮崎線、延岡線、鹿児島線の通常ダイヤ復旧。西日本鉄道、2016年4月28日閲覧。 2018年4月1日からバス乗り場を変更します。平成30年4月1日からのバス乗り場。宮崎交通。2018年4月30日閲覧。福岡の尾ベ岡線。五ヶ瀬号ダイヤ改正について。西日本鉄道。2019年4月17日閲覧。ありがとうございます。